明治大学、明治大学大学院法学研究科、法学部、明治大学法学部は、明治大学が設置する、法学部。明治大学大学院法学研究科は、法学を教育、研究する、明治大学の大学院法学研究科。八百八十四年半自投用試験合格記念、写真明治大学法学部は、法律学科のみから構成されており、他の大学のように、 政治学科は法学部には設置されていない。その母体は、司法省法学校の卒業生である、岸本達夫、宮城広志蔵八代三竿の3人が、フランス法学を教授する仏法系学校として、1881年1月に設立した明治法律学校を起源とする。ルーツとしては、明治大学最古の学部である。1903年、 専門学校令により、明治大学と改正、改唱。1904年には、法学部、政学部、文学部、小学部が設置されたに改唱。1920年、大学令による大学に昇格し、法学部と小学部の2学部を設置する。1949年には、新生大学として認可され、法学部など6学部を設置。1952年には、 法学研究科を新生大学院に設置し、現在に至る。明治大学法学部では、大学院、法科大学院進学希望者に限り、成績が、特に優秀な学生は3年で卒業が可能となる、早期卒業制度がある。また、2年次より選択をしたコースに分かれて、専門性を身につける。5つのコースを設けており、ビジネスローコース、国際関係法コース、 公共ホームコース、法と情報コース、放送コースと多岐にわたる、大正期の明治大学三代目記念館、中田雅子。ありがとうございます。